こんにちは、キャットグルーマー協会です。今日はラグドールのボンちゃんが来てくれました。こんにちは。僕はですね、お家ではあんまりブラッシングさせません爪切りはさせませんね、あの非常にね、可愛いね、まだまだ若いね、あの子なんですけれどもね、いやいやちゃんなんですよね。今日は、シャンプーと、部分カットですね。お尻にうんこちゃんがつきやすくて、あと足回りね、アンヨがね滑るんですよね。ねすごいね、いやいやちゃんなってきよ。ね、よしよしよし、やっぱり来るんだ。抱っこが嫌いなんだよね。テーブルの上の方がいいのかな。はい、じゃあここどうぞ、ここどうぞ、はい、どうぞ。不安定がね、怖いんでしょうね。全然ね、爪切りもね、動じないね、お利口ちゃんなんですよ。お母さんにね、爪切りさせてもらえないみたいでね、なんかね、1個ずつ、2個ずつ切るようなんですけどね。上手に切らせますね。さあ、ブラシもね、嫌なんですよねって聞いてます全然嫌そうじゃないですよね。ちょっと聞いてることとちょっと違います家で嫌がってる割にはなんか綺麗ですね。この人もね、毛玉なくってね、皆さん上手に噛まれてますね。あ、ちょっとお尻の方がね、引っかかるところがありますね。うちに来てくれた子はラグジュアリーにラグジュアリーにね、あの皮脂ってね、結構私たちでもそうなんですけど、小鼻とかあの痒くないですか。あの油って結構長く置いておくとかゆみ出たりするんですよね。でこの子もよくね、この耳の中すごい綺麗なのに後ろ足でねガリガリやってたって言うんです。多分ね、ここのねベタベタの皮脂がね気持ち悪くてねやってたんじゃないかなと思いますね。耳の中も本当にね綺麗でね、何も問題なかったんですよ。やっぱりね、長毛種ってね、このね、グルーミング、セルフグルーミングするんですけど、あのセルフグルーミングってね、あの言い方変えた方がいいですよね。あの決して猫ちゃんね、自分たちでね、お手入れできてませんはっきり言ってね、できてません。だって、下のザラザラが何センチあるんだっていう話ですよね。下のザラザラはね、あの本当に1ミリ2ミリの話ですよね。なのでこんなね中までに、ね、できるはずねないじゃないですかね。あのセルフグルーミングっていう言い方やめないといけないなっていうぐらい、こんなんとかこんなんとかね、こんな汚いとこ舐めとってくれたらな、世話ないよな反対に世話ないわってやってほしいわ、できるんだろうみたいなね。お口の中の成分が油取りしてそうね、なってたりしてねしたらいいのにね、本当にね。できた。さあ、そしたら風呂行くぞ、風呂行くぞ。おー、はい、怖いんですね。ちょっとね、シャーって言ってますので、まずはつけません。ここはね、お風呂場だよって言います、ね、一気にね、こうジャボンってつけようとしたらね、そりゃ怖いですよね。こういう時にはね、優しくね、そーっとします。このお湯ためてるのはね、私ね、あの無理やりね、ここにね、つけようとしてるわけじゃないんです。ここに来て、そしてシャワーのお湯や花壇のお湯ジャーッと出してね、あの怖がらせないためにね、溜めてるんですよ。出したいの、出したいの。ほら、ね、知らない間に使っちゃったでしょ。
使ってない使ってないみたいなね。そしてね、手早く濡らしていきますよ。まれる。はい。じゃあね、これでね、出るって言ったら、そうですかってね、言ってあげてくださいね。はい、一回出た。かわいい。あ、クリームリンクスじゃん。ですよね。ねえ、シャンプーで初めて分かった模様みたいな。模様入ってる。模様入ってる、かっこいい。ワンちゃん。ここにはポイントは出ないってことなんですか？そうそうそう、8割になってんの、ポイントが。うん。ちゃんとお目目にかかってるし、ね、シャンプーしたらちゃんと素晴らしい。かっこいい模様が出てきた。やった。見て、ほら。ねえ、すごい。ちゃんとこう、ほら、ね、模様が目にかかってて、しかもこれがリンクスになってて、ね、ポイント&ホワイトの代表的なラグドールの色だね。はい、じゃあカットさせてください。冷風当ててください。あっちゅあっちゅなんで、冷風当てて、できればコームがいいなぁと思うんですが、はい、さーっと優しく、うん、面を整えるようにね、溶かしてください。それのが綺麗です。はーい、乗るかい？抱っこのままが良かったかい？お尻周り。キンさんやりたいかいね。いいかいね。はい、どうぞ。うん、うんちつかないように短めに。玉あるから気をつけてね。そう、で玉ある男の子は下半身ずっと触られるの嫌がるよ。サクサクっといかないとね。しっかり短く、そして袴の最終部分は丸めてね。いくちゃんだね。カット中。ドアップ。かっこいい。よりかっこいい。きれいだね。そしてね、適当に。いや。はい、どうぞって。あて。あて。ねえ、あてだよね。かしこい。そうそうそう。ねぎらない、ねぎらない。うん、きれい。はーい。よしよし。あー、きれいになったね。素晴らしいです。はい。今日はボンちゃんなんですけどね。ふわふわですね。おおっきいですね、さすがラグドール、かっこいいです。綺麗になったと、ありがとうございました。